本日はグレード試験ですね、8分の6、小説白についてちょっとお話していきたいと思います。でこの辺は多分ね、調べても出てこないと思います。明確に答えられる人がかなりいない感じですね。白かですね。で8分の6に関してはその1小節の中に8分音符の白が6個あるっていうところです。今パッと答えたんでそれだけにちょっとしておきます。小説です。これもちょっとね難しいところでもあるんですけど、区切りとかなんかそういう風に言ってます。まあ、区切りっていう感じかな。まあ、これだけだと何だかよくわかんないんで、例えば四分音符がざっと書くよ、こんだけあります。このままだと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 まあ4分の9って書いちゃえばできるんだけど、そう、これをあ、じゃあこの曲はこういう風に区切りましょうみたいな、だから4分の4だねみたいな、4分の4っていう、だからこういう区切りみたいな感じですね。ひとまとまりっていう風に、取っていこうで、そんな感覚で言えば大丈夫かなと思います。なんで、まあ、そういう音符があった中でどういう風にまあ、なんかチームにしていくかみたいな、そんな感じですね。白、この白っていうのは、まあ、基準ですね。基準、ちょっとひらがなで申し訳ないですけども、白はね基準だと思ってます。まあ、基準と思ってもらってもいいです。でこれを説明するために一個ね問題を出すんですけども、例えばこう例えます。これ何音符でしょうっていうふうに皆さんに質問するんですけど、これ先に、まあ、ちょっと動画も撮ってるんで答え言っちゃうと、実は何音符でもないんですね。はい、もしこう叩いてて私が 1,2,3,4 っていうふうに数を数えて、まあ、これを拍として、まあ、基準ね 1,2,3,4 って基準で取ってあげると、この音符は4音符になる。ただもし 1,2 っていうふうに基準でこう取っていくと、これ8音符になっちゃうね。で、さらに1,2で取ってあげるとやっぱり16音符になっちゃう。なんでその基準なんで、自分自身が音符がこうあったとして、あ、消したんだけど、ちょっと鍵ながら消しちゃったんだけど、まあ、何音符かっていうのはわからないんで、こういうもうこう叩いてますみたいな。でどこでリズムを区切っていこうかなみたいな、あ、じゃあこことこことここで区切ろうかなとか、あ、そしたらこれ8、まあ、4分音符の、これ4分音符の基準とすると、あ、じゃあこれ8分音符だねみたいな、うん、そう、なんでこうリズム自体にまあ別にあるっていうのかな、なんかこう音があって、それをどういうふうにこう基準を作っていくかっていう、そんなところですね。まあ、ここまでちょっとねややこしいところがあるんですけど、まあ、そうすると1,2,3,1,2,3、まあこれが、まあ、白になるとこの区切りになっちゃうんだけど、まあ、ここで区切ると8分の3かなとか、まあ、ちょっとこう合わせ技になっちゃったけど。なんで、音に対して自分がどういう風に取るかっていうのが、白ですね。で普段はメトロノームとかがもう白の基準になりますんで、音楽やるときにメトロノームをこう聞きながらやるっていう、1,2,3,4 ってあの基準があるんで、もしそのメトロノームがない場合は自分自身が基準を作らなくちゃいけないっていう、そんなところですね。はい、なのでまとめると、8分の6は1小節の中に8分音符の拍が6個、小節は区切りで、拍が、基準っていう感じです。はい、以上となります。